今見えてるのが超大型モンスターエアロバットよ。そう、体格は大きいけど浮きエビなどの小動物しか食べないの。飛空艦を見つけても大抵は一定の距離を保とうとするわ。こちらから仕掛けない限り攻撃してくることはない。これをペットに？まず1000万ヘクタールの土地を用意しないとね。まあそこまで大げさじゃないわ。ただこいつらの真下にいるのはおすすめしないわね。でないとヤバい液体にまみれることになるから。おやおや、発言がますますエスカレートしてるぞ。ちょっと待った、この ID まさかお父様？ちょっとお父様、これ生配信なのよ。そういうのやめてよね。どうだ、生配信で8万人相手に晒し者になる感覚は？それとよ、盛り上がってるところ悪いが、帝国の電波が届くギリギリの範囲まで来ちまってるぞ。みんなごめんなさい、まもなく帝国の魔導回線のカバー範囲を離れるわ。残念だけどしばらくのお別れよ。それじゃあまたね。さようならみんな。さようならお父様。さてと、体を動かしに行くわよ。武器忘れんなよ、部屋の左の箱だ。
訓練はここまでにしましょう。とりあえず休憩。随分と余裕じゃねえか。もうすぐグランドストームに突入するってのによ。心配しないで。このストーム号はライリーの傑作なのよ。グランドストームを突破するために作られたんだから。ほう、もうやることはなさそうだ。あたりをうろついてみようぜ。どうしたのかしら。司令室へ行ってみましょう。今度やったら船から放り出して自分で泳いで帰ってもらうから。はあ、わかったですわ、お姉さま。ところでお姉さまはどこへ？司令室よ。そうですのね。それじゃあ私は武器庫に行ってくるですわ。アディオスですわ、お姉さま。はあ、羨ましいぜ。羨ましいって何が？シアラさ、あれだけ息のいい体を欲しいままにしてやがる。はあ、俺はいつになったらヘアピンを卒業できんだ？ふん、私の頭上が気に食わないらしいわね。生命力に満ちた体、少女の息吹、すべすべのお肌、あの手触りを忘れちまいそうだぜ。おいた、いった。通覚はまだ残っているようね。こんな暴力女。あいつのお前への態度、ちょっとばかりおかしくないか？そう？別におかしくないわ。私、人に好かれるタイプだから。
生いたしました。何してたんだ？待ってたんだな。申し訳ございません。少々手間取りまして。まあいいんだな。席に着きなさい。はい、艦長。カール教授、もう一度今回の作戦計画について説明してもらえるんだな。よかろう。諸君、スクリーンを見たまえ。周知のように我々を隔てる壁は下方のアシッドフォグエリア、上方のライトニングエリア、そしてグランドストームを間に挟む天を貫く2層のリバースロックによって構成されている。今現在においてレベル9の強酸と落雷に耐える飛空機は存在していない。つまり我々が達成すべきは正面突破に他ならない。そのために私とライリは10年もの歳月をかけこのストーム号を完成させた。より頑丈なボディと高い機動性、そして高度な探測能力に加え岩を粉砕するディスラプター砲を多数搭載したことでグランドストームに流れる高速の岩石流を突破することが可能だ。知っての通り14年前、グランドストームの突然の大爆発によりアドバンスキャニオンは隔たれ我々の第一艦隊が行方不明となった。あの戦艦には私の親友も在籍していた。我々は未知なる領域の探索に惨憺たる代償を支払ってきた。だが我々は決して立ち止まりはしない。多くの証拠がアドバンスキャニオンを抜けた先に新たな世界が広がっている事実を物語っている。我々はリバースロックに囚われ続けるわけにはいかない。今こそこのグランドストームを突破し立ちはだかる全ての障害を乗り越え新世界を探索しなくてはならんのだ。カール教授、一つ質問が。話したまえ。ピアース派についてはどうお考えですか？帝国ではとある一派がリバースロックに穴を開けグランドストームを避けて通る方法を主張し続けています。我々エアシップ派はそれを一緒に伏してはいますが。彼らには別の目的があると思うがね。未だに帝国アカデミーがリバースロックの各エリアの構造と厚みを把握できていない点はさておき、一定の深さに達すると極めて高度の高いレゾナントクリスタルが続くことからも彼らの主張は無意味だとわかる。まあ数十万年も掘り続ければ可能かもしれんかな。レゾナントクリスタルにはそれなりの価値がある。彼らは新世界を口実に帝国政府から金を騙し取るつもりだろう。真の目的はレゾナントクリスタルの発掘というわけだ。なるほど。さてと、今回の任務についてはみんな十分理解できたんだな。これより約1時間後にグランドストームへと突入するんだな。みんな準備はいいか？気合を入れて挑むんだな。おお。グレーニー、あなたの腕の見せ所ですよ。任せろ。エルザ、ディスラプター砲の操作を頼みます。了解。全速前進、グランドストームに突入。
ついに達成したぞ。やったー。よくやった。みんなお疲れ様なんだな。グレーニー、あなたいい腕してるわ。90点だ。大台を一つダメにした。区長、右側に未確認生命体が多数接近。映像を接続します。これは図鑑には載っていないモンスターだわ。どうやらカラルの足のようね。先方からの攻撃を確認。高エネルギー源が飛来してます。全艦レベル1戦闘配置。ありがとうございます。状況は？モンスターはさほど強くありません。我々で対応可能です。なら持ちこたえて。私は動力室に行く。ここは任せたよ。了解です。ご期待に応えてみせます。大丈夫？お姉様、超かっこいい。ボレボレするですわ。いいから、敵を片付けるわよ。
壁に亀裂が入ったみたいですわ。やばいわ、早くここから逃げないと。シアラ、怪我はない？足が抜けないですわ。動かせそう？骨までは達してないから、治療魔法で応急処置しておくですわ。お姉様は先に司令室に向かってですわ。ダメ、館内にモンスターが残っているかもしれない。ここにいては危険よ。調整を続けて、肝心な時に使えなくても困りますから。はい、副長。メカニック班はストーム号の修理に必要となる材料と時間を算出。はい。この風景に見覚えはない？何か思い出せた？いや、何にも。だが、ここの魔導素の流れ、帝国のとは違うな。シアラ、そっちはどう？完全復活、ピンピンしてるですわ。なら、一緒にジャングルの方へ向かいましょう。これってもしや、デート？んなわけあるか！探索任務の遂行だっつの。あれ、もしかして俺様、お邪魔虫？毛がふわふわしてて可愛らしいじゃない。お姉様ったら悪趣味で。何ですのこの建物は。まさか原住民でもいるですの？興味深いわね。何か予想外の発見があるかもしれない。周囲を見てくるですわ。見てですわ。綺麗ですわ。いい香り。一本だけ。ほらやめんか。器物破損で訴えるぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。あれ、誰もいない。まさかさっきの声、お姉様が？この子ったら結構面白い反応するじゃない。思ったよりいい子なのかもね。もう
の富士鶴でファイヤーボールを試してみようぜ。なんて不思議な植物なんですの。あなたに私の秘密を教えるわ。誰にも言わないと誓える。何ですの。神に誓って言わないですわ。これが見える。はいですわ。かっこよくて独特な骸骨のヘアピン、これを身につけていれば幸運が巡ってくるってお姉さまは言ってたですわ。これはね、魔王なの。素敵なブランドですわ。私も買うですわ。でもどうして女神とかじゃないんですの。ほら、ご挨拶は。よ、どうも。何これ、頭の中から声がするですわ。一体どんな魔法なんですの。そう驚かないで。これはこいつのスキル、ソウルノイズよ。脳に直接語りかけることができるの。こうやって話すのは初めてだけどよ、お前がエルザと知り合った日からお前のことは知ってんだぜ。ああ、ってことは、それはつまり…シアラ、落ち着いて。お姉様がお風呂の時やトイレの時も一緒だったってこと。ああ、そりゃまあ。いい加減殴るわよ。なるほどですわ。それで、あなたはどこの魔王なんですの。今じゃ帝国は現存する四大魔王と
和平協定を結んでいるはずですわ。ああ、それだかな。俺様はお前らの領域には属さないわけで。つまり異世界ですの？ま、そういうわけだ。そういえば今私たちがいる場所は異世界ですわ。それなら。ストップ。話が長くなったわね。続きはまたの機会にしましょう。今はもっと大事な用事があるわ。はいですわ。いやー、好奇心いっぱいのギャルってのは可愛いな。この鉄の鎖で閉ざされた部屋、何か恐ろしいものが潜んでそうですわ。得てしてリエスとリスクは成功した。財宝の巨大なドラゴンが寝そべっているようにね。俺様は裸のギャルの上に寝そべりたい。この人たち、魔力を持った君に寄生されている。早いとこ運動を渡してやれ。お前ですか。噛まれたら感染するです。遭遇したとき、瞬時に指定した地点にワープできる。すごいですわ。切り裂け。ただし、距離には制限があるわ。何があっても、絶対に私の半径40メートルに出ない。いいわ。分かったですわ。くらえ。助かる。本に行けるぜ。身長183センチ以上、性能
き立った筋肉、ハンサムな顔立ち、この手のスコア20センチ以上で持久力があるタイプ。何それ、超普通じゃん。全然特徴ないんだけど。ま、マジか。じゃあもう一個追加で、お尻がキュッと締まってるやつだ。もしかしてあの子にモテたいの？あなたたち、そろそろ待って。あれは何ですの？見たところ話は通じなさそうね。おい、こっちに来るぞ。キラキラしたやつ、何かの役に立ちそうだぜ。この辺りはあらかた探索し終えたわ。まずは基地に戻って報告しましょう。おっと、近くにテレポーターの窓口を感知したぜ。見に行ってみるか。いいわね、早速行ってみましょう。くらえ！せっ！はっ！
私は艦長のもとへ報告に向かうわ。しばらく自由行動よ。やった先に船に戻ってるですわ。おかえり。森の方はどうだったんだな。詳細はこちらに。ほら、よしよし、へそがつかないで、ゆっくり食べな。ん？なんだろう。キアラ、聞こえる？緊急事態、モンスターが侵入してきたの。今すぐ防衛に向かって。了解ですわ。積もっても程度で不動産は買えねえだろうな。これはなんと素晴らしい。ねえねえ、試しに割って味見してみてもいい？こら、バカな真似はよしなさい。貴重な発見をしたものだ。結晶の外側には驚異的な量の魔導素が含まれている。これを使えば我々のリアクターを修復できるかもしれない。一体どこで見つけたのかね。一つはバーナムの体内から、もう一つは今朝倒したイビルオオトカゲから手に入れたものです。バーナム、イビルオオトカゲ。私がそう名付けました。なるほど。カール教授、どうやったらリアクターを修理できるんだな。知っての通り、我々の飛空艦を稼働させ続けるためのエネルギーをリアクターが持続的に生み出せるのは、魔導素とダークキューブが絶えず融合消滅することにより
その過程で莫大なエネルギーを発生させているからだ。帝国アカデミーはこのエネルギーの安定と利用の実現に長年を費やしてきた。現在リアクターの外壁が破壊されたために魔導素は消失し融合は停止している。ダークキューブを再び点火させるにはリアクター内に超高濃度の魔導素を注入し雷の魔法を使う必要があるのだ。しかし我々はこれまで高濃度な魔導素を取り扱う条件を有してはいなかった。つまり今は条件が揃ったと。私の計算によれば今から魔導素あるいは魔導素鉱物の収集に全勢力を注ぎそれらを精錬し注入したとしても必要な濃度に達するのに約10年はかかる。つまりこの結晶があればお手軽に高濃度の魔導素が手に入るというわけなんだな。そうだ。結晶に含まれる魔導素を検測したがリアクターの修復にはわずか20個で事足りるようだ。20個？まだ2個しか集めてないですわ。1日で2個も手に入るとなればこの辺りではさほど希少ではないのだろう。入手した経緯からして大型モンスターの体内に存在する可能性が高いな。分かったわ。とりあえずそれに名前を付けましょう。そうね、魔導クリスタルはどう？ふさわしい名前だ。となれば次の目標ははっきりしたんだな。エルザ戦術小隊はこの辺りで魔導クリスタルを集めるんだな。それが終わるまで他のみんなは基地を守るんだな。モンスターどもにやられるわけにはいかないんだな。お姉様、山ほどクリスタルを集めるですわ。戻ったらきっと高く売れるはずですの。何言ってるのよ。金に目でもくらんだの？ごめんなさいですわ。ナナさんよ。私がナナであなたが3。買い手は私が探すわ。何こそこそ喋ってるんだ。いえ、何でもございません。作戦について相談しているだけです。もしかすっとあいつ、生きてっかもしんねえな。会える日が待ち遠しいぜ。ええ、そうだといいわね。さて、寝るか。